生体語でものすごい閉じにくい子音のね組み合わせだったりするんですよ、このヒとか。でもこうポチってキャッチしてるし、やばっ。この番組はこのスポンサーの提供だ。お疲れ様です。はい、皆さんどうもこんにちは、デス川マホン探偵です。あらら、おかしい。はい、めっちゃ嘘でした。ボイストレーナーやっております、デスの兄さん、マホンと申します。今日もよろしくお願いします。今日はかの有名なザ・ファーストテイクのリアクションをやっていきたいと思います。珍しいと思ったでしょ。いつもはね、もうちょっとこうな感じのリアクションとか撮るからね、僕ね。っていうのも今回なんとB'zの稲葉さんがですね、まあソロの、稲葉さんとしてですね、ファーストテイクに登場してるんですよ。いや、まあ僕特殊発声をですね専門とするボイストレーナーですけど、まあ稲葉さんぐらいいけばもうある種特殊発声でしょもうそう言ってもいいレベルの人じゃないですか。で、今回稲葉さんが歌ってらっしゃるのが羽という曲で、名探偵コナンの、オープニングテーマだったかなの曲なんですね。稲葉さんとねコナンはもうなんか割とこうセットですよね。割と僕の中ではそうなんですけど、ギリギリチョップとかめっちゃ歌ったな、衝動とかね、その流れの中の今回の羽という曲なんですけれども、いやマジ文字通りね飛べそうな曲になっておりますので、ぜひですね最後まで皆さんと楽しんでいければいいかなと思ってるんですけれども、その前にこのチャンネルでは日々発声関係の話とかリアクション動画とか配信してますんで、チャンネル登録まだお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いします。ということで本編いっちゃいましょう。まったく、チャンネル登録してくれよ。最初に出てきます。いろいろ解説することもあるかと思いますが、基本的には意味不明です基本的には意味不明だけど、まあ、解説できる範囲でさせてください。いきます。この絵面新しいな。僕がファーストテイク見てるっていうね、これが本当のファーストテイクでございますけどね、僕にとったらね。やかましいわっつってね、緊張するんですけど。始まってる。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。一旦いいですか、一旦いいですか。まずちょっとここでちょっと面白いことがあって、稲葉さんのまずねこれ喉仏に着目ですね、これね。ね、これスタッフさんの狙ってで、こういう画角にしてるのかわかんないんですけど、ちょっとね、ここ見てほしいんですけど、稲葉さん、めちゃくちゃまず喉仏が出てらっしゃるんですよ。くの字、くの字ぐらいにリアルになってると思うんですけれども、これが、なんかさっき歌う前にちょっと、うわーみたいな、ちょっとフェイクみたいなものを入れてらっしゃったじゃないですか。その時に、ギャンって上がるんだよ。これちょっと見ててほしいわ。この辺かな？ほら。うわーイエーイ！ちょっとね、ギュンってこう。顎の中に入っていくのが見えましたか？これが、この喉仏の位置が低い、ウォーイエーイみたいな感じじゃないのがわかりますか？キュンって上に上がってるでしょ。これ割となんかね、ボイトレ界隈ではよく言われるんですけど、稲葉さん割とこうハイラリンクスって言って、喉仏の位置が高いところで結構歌うスタイルっていうのをよく言われるんですけど、こう結構視覚的にそれがわかりやすいですよね。喉仏が上がった状態の発声って、割とこうやっぱりね、つんざくような、音色になるのでメリットもあるんですけれども、リスクも結構でかいから初心者の人にはあまりおすすめされないことが多いんですけれども、稲葉さん基本的にやっぱこういうポジションで歌うことが多くて、それがこのエッジの効いた歌声に繋がってるんですよ。その辺にもちょっと着目していきましょう。ギターの弦の擦れる音いいよな。じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ギターも良き、マジ良き、来ました。はっ、ファルセットから、うん、うん、綺麗です。乾いた冷たい風、針のようにスティング、いやーもう稲葉さんだよね。ここもですね、いろいろありますよ。乾いた冷たい風、
ここなんだ、ここめちゃくちゃなんかノイズ乗せてるんですよ。針のようにスティーン、針のようにスティーン、どこむずっ、ここむずすぎません？いきなり次なんだこれ、細け、はい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 、はい、あとこれはこの後どんどん出てくるんですけど、言葉のアタックの部分ですよね。ここで一回声を裏返してから入るっていうことが多いです。あのフレーズの頭で特に多いです。聞いていくと結構4回連続ぐらいそういう入り方してましたね。この辺の歌詞のところでね。で、ここから変わる。ここは違います。で、次も多分違います。ね。まあ、なのでね。さっき言ったその、ハイラリンクス系の発声と、この裏返すっていうのは結構ね、相性がいいので、アタックをよりつけたい時とか、これ使ってみると、まあ、使いすぎ注意。これね、稲葉さんだから結構成立してる部分もあるので、ちょっとやりすぎちゃうとしつこくなっちゃう場合もあるんですが、割とやってみると、ニュアンスが結構いろいろ面白くなる表現方法の一つですね、これね。この微細ノイズ、すげえな。これ適宜入れてくるんですよ。これ絶対わざとだよね、これね。サビくるよ。やば。サビのね、こことやっぱりこう A メロ B メロとのテンションの違いというか、わかります？やっぱ圧倒的に張りが出ますよね、サビから。よりこう支えが出てくる感じ。A メロ B メロも割とこうピンと張ったような感じなんだけど、まだね8割とか7割ぐらいの張り具合なんだけど、サビからは割とやっぱ10割。まあ稲葉さんの中では10割で多分ないんですけど、聞く側からしたら10割張ってるようなイメージになります。サビの頭すごかったね今ね。ここのスーの深みやばい。さっきさ割とこう喉の位置高めみたいなお話したと思うんですけど、このスーの部分、サビの頭の部分に関してはね、ちょっと深くしてるというか、まあうぼいんなんで割と勝手にそうなるっていう部分もあるんですけれども、結構こっちに引っ張ってるイメージが強い。で、かつ、なんか、2段階になってるよね。すべてはさえ！ちょっとこっちに、2段階変速みたいなのここは入れて、ギュンギュンって引っ張ってる入りをしてます。うわ。ずーっとね、やっぱね、ずーっとね、ここに響いてますね。この頭のこの、前頭部。のあたりの上の方にすごく声がずーっと乗ってる感じ。それがさっき言ったずっとこう張りを感じるっていうところの一個の要因になってるところなんですけど、ものすごくね、こう、きらびやかな音色がめちゃくちゃ入ってますね。ここはちょっとニュアンス変わるよね。ここポイント2個ありますね。まずここなんですけど、大丈夫って言ってないんですよ、ここね。ほぼなって言ってる。なとだの間。なが7割で、だが3割ぐらいの割合で言ってるような感じです。どういうことって思うかもしれないけど、濁点のハイトーンってちょっとエラー起きやすいんですね。えいってアタックしすぎちゃって、ちょっと重くなりすぎたり、声が裏返ったり、しやすいんですよ、濁音って。で、一方で、なとかね。あとは、まとか。うん。っていう、子音っていうのは、割とこう、ハイトーンと相性が良かったり、バランスのいい発声を作るのに、
適したシーンだったりするんですよ。だからそれをちょっとこうちょっとどころか割と、まあ、ほとんどななんですけどブレンドしてあげることによっていい音色をここは作ってますね。大丈夫わかります？ちょっとだじゃないでしょ、なに聞こえません？まあ、実際そう言ってるんですけど、で忘れない、ここちょっとねちっこくしてるの分かりますか？ここはねちょっと多分喉仏落とし気味にしてると思う。喉どうなってるかな、ここ。ちょっと多分落ちてるよね、映像からしても。ちょっとこう深くしてるとここは思います。サビ終わりっていうところでニュアンス変えてきて深くしてます。ギターうますぎ、わろさ。なんでこんなに余裕なのこの人。超むずいんですよこの曲。やばくないですか、遊んでるもん。あとちょっとトーンだ、トーやば、トの味、トの味やばい、トトトの味やば、みんなでちょっとノイズ乗せて、ツーでちょっとこうなんか寂しげなニュアンス感じる、ここの表現一瞬に結構いろいろ詰まってるな。湧いてくるねーやねーや、ちょっとねーやねーや、ちょっとニュアンス変えてます。昔はもう戻れない、引っ掛けてる。母音のコントロールすげえな。あるさって言ってないね、ここね。あるさ、ちょっと音に寄せて深み出してません、ここ。後ろに、ね。に聞こえますけどね。それによってちょっとこういい意味での膨張感というかキンキンした感じをちょっとこう減らしてるような感じがありますね。しゃくったね。なんだろうね、このね強靭ですよね。とにかく、あのね、難しいシーンがこういっぱい出てくるんですよ、この辺。例えばね。一つずつの日とか。この日と言ってマジ最悪で、声帯をバチって閉じることによって、こう高い音ってすごい簡単に言うとね、出ていくんですけど、声帯がね、ものすごく閉じにくいシーンのね、組み合わせだったりするんですよ、この日とか。でも、バチってキャッチしてるし、ソとかもね、割とそういう部類。なんですけど、もう何のトラブルも起きない、これ安心安全だ、これ。シーとかね、クールもそうですよ。な、あーあーあー、稲葉さんのこれも特徴、ないでよないでよ、これも特徴ですよね。裏声を鼻の方に最後抜いてきて終わるっていう、この裏声と地声の自由なこの行き来コントラストっていうのが稲葉さんの歌の醍醐味の一つですよね。うん、モノマネとかするときも絶対それ入ってくるもんね。ギターうますぎ、笑った。テイクかっこよすぎる。いや余裕、余裕やね。基礎ここはちょっと聞きたい、止めたくない。カット。
回止めよう。拾いたいことがいっぱいあるここ。えぐいですよ、この一回静けさがあってからの。この、したい、飛び方したいの、この部分の、なんか落とし方独特なんですよ。これも稲葉さんテイスト、稲葉さん節だと思うんですけど、なんかね、すっごい絶妙なハスキーを入れてくるんですよね。ビブラートかけたりとかしながら。次、ダイダイみたいな、できない、この絶妙な感じ。声ってね、いろんな方向に引っ張れるんですよ。なんかね、上前とかね、後ろ上とか後ろ下とかいろいろあるんですけど、その引っ張りが縦横無尽すぎて理解できないんですよ、マジで。俊敏性めちゃくちゃ高い攻撃タイプみたいな感じ。なんかめちゃくちゃ素早くてめちゃくちゃ攻撃力高いみたいな、そういうキャラクターの声なんですよね。気づいたら別のとこいたみたいな。多分ね、結構下に引っ張ってるはずなんですけど、もうその手前までめちゃくちゃこう上に響かしたりとかしてんのにさ、すぐそっちに持ってくみたいな、これわけわからんね、マジで。次、ここも響きの高さやばい。めちゃくちゃここ滑らかなんですよ。他のサビもそうだったかもしれないけど、ここね、ひときわ響きがずーっと一定ですね。そういう風に歌ってんのかな、ここ。わかります?わかります?ここ聞いててすごいツルッとしてるのわかります?さっき言ったそのいろんなとこに移動させる感じが、ここは逆にあんまりないっていうか、同じとこ保つように歌ってる感じしますね。ここやばい。ここはラスサビならではのちょっと変わっていく感じなんですよね。知らないことだまで割と響きの位置低めで、ラで結構引っ張って鳴らしてるみたいな感じです。ここね、多分ね、ね、ちょっと絵が混ざってるね。なーい、ここはその深め、なーい、深め、最後やば。もう一回最後のおかわりしていいですか。いろいろやってる、ここもただのロングトーンじゃなかったね。なんか途中でビブラート入れたり、ロング入る前にまたちょっとさっきの微細なノイズ入れたりしてたよ。ちょっと細かめにいくよ。感じでちょっと一瞬ノイズ乗せるんです、まずね。で、まずクソ高くなるじゃん。で、ノイズがまずここでも、火星帯のノイズが乗ってます。ガナリってやつがここでちょっと一瞬一瞬乗ってます。ほんのりですけど。で、ここでちょっとビブラートをかけます。レシピかよ。ビブラートを次に入れます。うわー、そうで発音が変わって、またちょっとノイズで潰すようなイメージでフィニッシュみたいな。オール達成です。ありがとうございます。これは。エグすぎ。エグすぎです。かっこよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、圧巻の、ちっちゃい「つ」がもう多すぎて、もう「圧」と「感」が見えてないですけれども、もうそれぐらい圧巻の稲葉さんのファーストテイク素晴らしかったです。もう本当になんかわかんないです、言葉が合ってるかわからないんですけれども、こう遊ぶように歌ってるというか、もう自由自在に声を操ってるっていう、そういうような印象やっぱ受けますね。ご本家様は概要欄に貼っております。今回の動画が良かったという方はぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録をお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。ということで、デスノリーさんもお送りいたしました。バイバイ。